り返ることにしたんだ。ゴーイングメリー号には世話になったけど、こ待てよ、そんなお前違うよ、そうじゃなんだよ、なんで乗り換え、メリー号はもうどうしても治らねえんだ。お前今までずっと一緒に海を旅してきた、じゃあお前に判断できんのかよ、お前は船大工じゃねえだろ。いいかルフィ、誰でもおめえみてえに前ばっかり向いて生きていけるわけじゃねえ。俺は傷ついた仲間を置き去りにこの先の海へなんて進めねえ。いい加減にしろお前、だったら乗り換えるなんて答えが出るはずがねえ。じゃあいいさ、そんなに俺のやり方が気に入らねえんなら今すぐこの船から。うわっ、バカ野郎だ。ルフィてめえ今何言おうとしたんだ。いや、いいんだルフィ。なんだ、使えねえ仲間は次々に切り捨てて進めばいい。この船に見切りをつけるんなら俺にもそうしろよ。意見が食い違ってまで一緒に旅をすることねえよ。俺はこの一味をやめる。俺と戦え。俺が勝ったらメリー号はもらっていく。モンキー D ルフィどんな目にあっても後悔するな。お前が望んだ決闘だ。当たり前だ、殺す気で来いよ、返り討ちにしてやる。俺には8000人の部下がいる。命が惜しけりゃ今すぐ降参しろ。お前にそんな部下はいねえことぐらい知ってる。お前を倒してメリー号はもらっていく。どんな手を使ってもな。やってみろ。俺は勇敢なる海の戦士、ここで逃げるわけにはいかねえんだ。やめてよ、頼むの。これ以上戦ったら二人とも無事じゃ済まねえぞ。の衝撃メリー号はお前の好きにしろよ。新しい船を手に入れてこの先の海へ俺たちは進む。じゃあな、ウソップ。今まで楽しかった。重い。それがキャプテンだろう。迷うな。お前がフラフラしてやがったら俺たちは誰を信じりゃいいんだよ。
船を明け渡そう。俺たちはもうこの船には戻れねえから。しんみりしてても始まらねえ。とにかく今は。